JR 東日本 E127 系電車。JR 東日本 E127 系電車。JR 東日本 E127 系電車は、1995年、平成7年に登場した東日本旅客鉄道、JR 東日本の直流電車。また、三男高原駅、直江地域間の新一本線を移管した越後ドキメキ、鉄道でも、 JR 東日本からの譲り受け車を保有しており、本校では一括して記載する。新潟支社と長野支社管内では、急行列車の運用から外れた165系、169系を普通列車として使用していたが、これらの車両は老朽化が激しく、またに扉のデッキ付き構造であるために上行に、時間がかり、列車遅延の原因となっていたことから、急行系車両等汰とその要因も、 参照、本系列は急行系車両の取り替えを目的に設計、製造された。両地区では、セミクロスシートの近郊系115系も運用されているが、そのうち新潟地区で使用する本系列の例、バンダイでは、単なる老朽取り替えに加え、乗客が増加している新潟都市圏でのラッシュ対応、及びデータイムにおける2両編成ワンマン運転による、 効率的な輸送形態を整備することも目的としていたため、あえてロングシートを採用した。2018年8月時点では以下の3つのバリエーションが存在する。主回路制御には GT を阻止の2ステップ VVVF インバータを採用した。装置は東洋電気製造性であり、JR の車両での採用は本系列と8000系、試作車のみである。 補助電源装置は、容量99バを備えるイベット素子の SC52 型を搭載しており、空気圧縮機は、小型軽量化、低層温化、保守の容易化を図った、新設計のレシプロ式 MHz3108C1200M を備える。主電動機は、本系列用に新開発された、定格出力 120kW の MT71 型を備える。 電動台車は DT61A、付随台車は TR246A を装着する。ブレーキシステムは電気指令式空気ブレーキ、回生ブレーキ、そもそも速ブレーキに加え、列車密度の低い路線での使用を考慮し、発電ブレーキを併用している。これは、直波制御による回正・発電ブレンディングブレーキ方式であり、鉄道用としては国内で、 初めて採用された。発電ブレーキ使用時に必要となる抵抗器は、制御電動車の屋根状に搭載されてる。また、VVVF 制御による大きなブレーキ力を活用するため、必要なブレーキ力を改正、発電ブレーキで優先して負担し、不足分は T 車から空気ブレーキを追加する T 車優先遅れ米制御を採用している。この他、 滑走検知最粘着制御機能を設けている。車体はステンレス製で、ドアチャイム装備の両開き式片側3扉、ボタン式半自動機能装備であり、ワンマン運転対応として、運転台は半出構造とされ、ワンマン設定機、運賃箱、整理券発行機、運賃表示機、自動放送装置、ドア締め切り表示機、ミラーが設置されている。 運転台の主観制御機は、左手操作型ワンハンドル式であるが、209K などで採用されたデジタル指令は、本系列では採用されていない。客室の床面高さは 1130mm であり、115K の 1225mm と比べて大幅に低くなっている。冷房装置は、集中式である AU720A が各社に一機搭載されている。 1995年5月8日に、新潟地区で営業運転を開始した。車体体は、新潟支社で運用されている115系、2次、新潟エロに準じた、グラスグリーンと、ージグリーンの2色で、後日の100番台や209系などとは異なり、扉部分や裾部にも帯が入っている。座席配置は、ロングシートで、モケットは細かい柄の入った。 ライトグリーン色が採用されている。パンタグラフは 701K で使用している PS104 型を基本に直流用とした下枠交差式の PS30 型とされた。側窓は窓寸法が極力大きく取られ、側出入り口間の4連窓の内中央の2枚は大型の一段加工窓となっている。トイレは 701K と同タイプの様式である車椅子非対応。 JR 所属車は2018年4月時点では2両、編成2本、4両、V 編成、V12V13 が、新潟車両センター、旧上沼水運転区に在籍し、八彦線において運用されているほか、越後線でも、吉田駅新潟駅間、内野駅新潟駅間の各一往復ずつ運用がある。並結運用はなく、ほとんどの列車で、ワンマン運転が行われている。 この二編成は2017年5月より、順次、長野総合車両センターに入場し、VVVF インバータ装置をはじめとする機器の更新と ATSP 型の新機導入が行われた。同11月までに二編成とも改造を終え運用に、復帰している。当初は二両編成13本、26両、V 編成が在籍していたが、2015年、 平成27年3月14日に開業した越後ときめき、鉄道名古屋ネウライン用に10本が、同社に譲渡された。また、1本、V3 編成は2008年、平成20年9月に発生した、越後線内での踏切障害事故に伴う、列車火災事故のため雲灰 E127 から3が、焼損し、2014年、 平成26年10月20日に廃車となっている。2013年2月21日、JR 東日本と新潟県が、越後ときめき、鉄道に対し、2年後に開業を控える妙高姉馬、ライン用の車両として、本系列重編成に必要な改修を施した、上で低価格で譲渡することで合意だ。その後2014年、 平成26年12月6日より本系列が担当していた新潟地区での運用、工術は順次 E129 系が引き継ぐ形となり、新潟近郊での従来の運用は2015年3月7日で終了。そして上渡された10編成が3月14日の開業と同時に妙高和ね馬、ラインでの運転を開始した。 譲渡後の車体デザインは、越後とめき鉄道のトータルデザインを手掛けた、川西康幸が率いる、株式会社一番線による、車体下部を妙高山のフレッシュグリーンと山並みをイメージした緑ン。右画像としたものとなっている。2015年7月からは、車体全体にラッピングを施した編成も、運行されている。上都後も引き続き、JR 時代と同じカラーリングのままで、 運用されている編成もあが、2017年秋頃までに、すべての編成が、時鉄塗装、または、各種ラッピングへと変更された。開業直後は、前面の JR ロゴもそのままになっていたものもあった。上都までに、全車スカートが大型のものに交換されている。また一部の編成では上都後に、下取り落として、パンタグラフが、ET126 型に増設されているほか、 2018年8月に V9 編成が VVVF インバータ装置をはじめとする機器の更新を行った。1998年平成10年12月8日に営業運転を開始した。レイバンダイとは車体デザインが異なり、先頭部の形状、客用扉間の開閉可能な窓の二段化など、ステップのない701系とほぼ同一とされた。また、 パンタグラフはシングルアーム式の PS34 型に変更され、行き先表示器は前面、側面ともに幕式から LED 式に変更、砂巻き装置が装備されたほか、トイレも車椅子対応仕様に設計変更された。座席配置は同線内基準で、東側がロングシート、西側、北アルプスなどの方向がクロスシートのセミクロスシート構造となっている。 また本番台において、鉄道車両用に開発された、運賃箱、レシップ製が、初めて設置された。本番台の車体体の色は、長野支社で先なって運用されている115系や169系などに準じた、アルパインブルートリフレッシュグリーンの2色の通称、長野色、新長野色、新州色、新新州色ともとされた。2両編成12本、24両。 A 編成が、松本車両センターに在籍し、大井都線で運用されている。ワンマン運転は1999年、平成11年3月29日より開始している。運用開始から数年間は、篠野井線塩尻駅赤品駅間や中央本線、辰野駅塩尻駅間でも運用されていた。しかし、2003年、平成15年12月20日に、 篠ノ井線塩尻駅松本駅間の ATS が S 型から P 型と変更を入れた時点では本区分番台には P 型車上装置が搭載されていなかったことからそれ以降は大井戸線内限定運用とされていたその後大井戸線松本駅北松本駅間で ATSPS 及び ATSP の使用が開始れ、2007年平成19年秋頃から2010年 平成22年にかけて保安装置を従来の S 型から PS 型への交換と P 型の追設を行った。また、東日本大震災が発生した2011年、平成23年以降の夏季の平日には、節電対策として一部の115系の運用を代償する形で、中央本線、千野駅、篠野井線、新越本線、長野駅で運用されるケースもあった。 2013年、平成25年3月16日のダイヤ改正より、同区間及び、辰野支線の塩尻駅岡谷駅間での運転が開始され、これに伴い、辰野支線は、雲波123型が運用から離脱し、本系列に置き換えられた。また、冬季における河川への基礎対策のため、A5A12 編成の区配 E126 系。 南大谷法線当社の運転台側に、下取り用パンタグラフが搭載された。新潟車両センター配置の V12V13 編成が以下の区間で運用される。予備の編成がないため、検査や故障時の場合には E129 系が代走している。松本車両センター配置の A1A12 編成が以下の区間で運用される。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。